紹介をさせていただきます。はい、長坂梨沙です。よろしくお願いいたします。松田蘭です。よろしくお願いします。花野恵美優です。よろしくお願いいたします。藤井マリーです。よろしくお願いします。朝倉沙耶です。よろしくお願いいたします。広瀬あゆです。よろしくお願いいたします。はい、ついに昨日から始まりました東京オートサロン2023。私たちもね、イメージガールとしていろんなお仕事をさせていただいたんですけども、アーリーいかがですか、感想は。そうですね、私はオートサロン初参加なんですけれども、そのブースの数だったりイベントの大きさにとてもびっくりして、一日があっという間に過ぎたなっていう感じがします。ミュシャンはどうですか。私はそれこそ先ほどあの A クラスみんなあの名刺配布の方もさせていただいたんですけど、いつも応援してくださってるサーキットに来てくださる方とかだけでなく、この東京都サロン2023を楽しみに来てくださってるあの方たちにも、私たち A クラスの名刺も受け取っていただいたりと、もっともっと A クラスのことや私たちのことも知っていただきたいなって改めて思いました。さあちゃん、ありますか。はい、昨日からオートサロンが始まったということで、昨日オープニングセレモニーに参加させていただいたんですけど、オートサロンが始まったなというワクワク感とともに緊張もすごいんですけど、皆さんと楽しんでいけるように頑張りたいと思います。はい、私広瀬あゆもオートサロン初めて参加させていただいているんですけど、その初めてが去年はお家でオンラインで観戦していたオートサロンが初めましてで、この A クラスに就任させていただいて、今この幕張メッセの大きなステージに立てているということがすごく嬉しいなと噛みしめた初日を迎えました。まだあと明日もあるので今日も楽しんでいきたいと思っています。はい、2日目と明日もね頑張っていきましょう。それでなんですけども、ここで朝倉沙耶ちゃんがこの後行われる日本レースクイーン大賞の、表彰式で新人部門の出演準備があるということで、ちょっと途中にはなってしまうんですけども、ご準備の方に、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは皆さんにここでお知らせがございます。お知らせその1、私たち A クラスの写真集ストーリーがこのオートサロンの会場限定で販売しております。写真集がね出来上がっていかがですか、うん、皆さん嬉しい嬉しい、はい、シンプルに一人一人ちょっと感想を聞いてみようかな。はい、私は写真集が初めてだったんですけど、その撮影したものが一冊の本になって手元に来たのがとても感動しましたし、その自分が写真集っていうものに出てるのに少し不思議だなって思いました。ミュシャンどうですか。私ももちろんその気持ちは同じなんですけど、本当にクールで大人っぽい印象のものから可愛いものまで本当に一冊に、詰め込まれたものとなってるので、皆さんにも楽しんで見てもらいたいなと思っております。あゆちゃんありますか。はい、私も写真集自体が初めてで、すごく貴重な一冊となったなと思っているんですけれども、やっぱりこの歴史ある A クラスという写真集に自分も参加できたことがすごく嬉しくて、この2023年メンバーの A クラスの写真集は本当にこの会場だけでゲットできるので、明日もぜひゲットしていただきたいなとまだの方は思います。よろしくお願いします。はい、そして先ほどちょっと耳に挟んだんですけれども、教文の、特典、整理券がもうすでに完売しているということで、朝一だったみたいです。あ、そうなんだ、すごい、もう即完売、とっても好評で嬉しいです。3冊購入いただくとサインが撮影ができる特典なんですけれども、とっても好評でした。今日分は売り切れてしまったんですけれども、明日の分はねまた朝一にぜひゲットしていただけたらとっても嬉しいです。今日はね1冊からまだ購入できます。はい、そんな私たちの写真集ストーリーは5ホールの東京オートサロン2023オフィシャルグッズショップで
販売しております。皆さんぜひお手に取ってください。はい、そしてお知らせその2、ギャルズパラダイス公式サイトにて私たち A クラスのデジタルガチャが販売中です。イエーイ、皆さん見ていただけましたか？はい、ありがとうございます。こちらのデジタルガチャは1回550円でウェブ上でガチャガチャを回せるっていう形なんですけれども、当たる景品としては私たちのボイスメッセージだったりムービー、あと待ち受け画像に加えて私たちのサイン入りの A4 写真パネルやサイン入りチェキなど、もう豪華盛りだくさんな特典となっております。ぜひ皆さん、ギャルズパラダイス公式サイトの方でゲットできますので、ギャルパラ公式サイトを会員登録してガチャガチャを回してみて楽しんでください。よろしくお願いします。はい、とっても盛りだくさんなお知らせでした。では以上で私たち A クラスのステージは終了になります。この後も会場やステージ、屋外会場ではコンテンツ目白押しでたくさんお届けしてまいりますので、ぜひ皆さん最後までオートサロンを楽しんでいってください。